皆さんこんにちは。今回は 1.1 で追加される公園水の性能と評価を考えていきます。はい、一つ目はこちらのイベントで配布される公園水ですね。6月19日から開催されるイベントにて、虚無の星4公園水が配布されます。性能としてはこんな感じですね。細かい武器ステータスなんかは公開されておりません。で、武器効果を見た感じ。装備キャラの効果命中をアップして、装備キャラが防御ダウン状態の敵を攻撃した後 EP 回復。ということなのですが、虚無で防御力ダウンが可能なキャラって、星4だとペラしかいないんですよね。記念すべき配布一弾なのでもう少し汎用性が欲しかったのですが、残念。ただ、ペラの必殺技回しようって考えたらいいのかな。あとは、映っている本人銀狼も防御力ダウンが使えます。本人のデバフ成功と必殺技回しように一役買ってくれることに期待したいですね。あとは少し下道ですが、決意は汗のように輝く。こちら、1.2 で実装されると思われるルカが映っている公園水なのですが、こちらを装備して攻撃を命中させると、一定確率で敵の防御力がダウンします。虚無を2枚にして片方でこれをつけると、片方は問題なく装備できる。ただ、それをするなら銀狼ともう一人虚無を入れる編成。銀狼と 1.2 で実装されそうなカフカと感電編成とかした方が、そもそも銀狼を入れるなら銀狼自体につけられる。まあ、詰まるところほとんど銀狼用、星4だとペラが候補。公園水の内容的にルカも防御ダウンを持っているかもしれない、って感じですかね。それでは、星5公園水の話に参りましょう。銀狼の公園水。こちらは前半の限定ガチャでピックアップされる限定公園水。武器効果は効果命中を 24% 上げて、敵にデバフが3つ以上あれば、その敵に対して会心率が 12% アップ。そして、通常、スキル、必殺技を発動した後 100% の基礎確率で、エーテルコードというデバフがかかっていない敵ランダムに1対2。エーテルコードを付与。該当の敵が非ダメージプラス 12% のデバフを受けることになります。来てしまったか、固有名詞くん。とりあえず、この公園水を装備して敵を攻撃したとき、この公園水のデバフ効果がかかっていない敵から1体ランダムに1体非ダメージデバフを付与だね。継続時間は1ターンです。ちなみに無突だと非ダメージデバフはプラス 12%。貫突すると効果命中 24%。該当の会心率プラス 24%。非ダメージプラス 24% になるかな。普通にかなり強そうな公園水ですね。敵にデバフを付与できる公園水というだけで価値がかなり高いと思います。デバフを重ねれば会心率も上げられるし。非ダメージデバフで本人含めて全体火力アップなので。ベルトとかも合いそうですね。懸念点としては、敵のデバフが3つ以上あるという条件。例えばベルトだと減速と必殺技の金庫。散歩だと風化と持続ダメージアップ。ペラだと防御ダウンと4突の氷耐性ダウンかな?ちょっと見落としがあれば申し訳ないですが。そこにエーテルコード入れて一応一人で合計3個デバフができるのかな。気になる点は装備キャラが通常スキル必殺発動後なので。ダメージ計算前に発動するかどうかだね。せっかくなので、ダメージ計算前に発動してくれるとかなり嬉しい。とはいえ、デバフ3個以上の会心率 12% の部分は意外と発動は難しいかもしれません。もちろん銀狼につければジャストフィットな性能です。そして、エーテルコードの非ダメージバフが強力なので、評価は高いですね。ただ、基本的には公園水低いしでキャラを集めた方が、弱点撃破とかを考えると、勝ちやすくはなるので、そこは相談してください。そして、羅刹の公園水です。こちらは後半のピックアップガチャでピックアップ。限定公園水ですん。装備キャラの攻撃力を上げて、必殺技を使うと1ターンの間加速効果。装備キャラの攻撃が異なる敵に命中するごとに EP 回復。一度の攻撃で最大3回まで、なので最大9。貫突すると、攻撃力 48%、速度プラス 24、EP は一度あたり6回復になるのかな。ということで、攻撃力上がって嬉しいのは羅刹だけですね。そして、攻撃が命中して EP 回復が嬉しいのも、必殺技に複数攻撃がある羅刹くらいでしょう。
ただ、速度アップの価値をどう見るかで評価は分かれそう。1ターンしか速度アップ効果がないのが絶妙。ナターシャだと EP90 で必殺技が打てるので EP 名はつけてれば、それなりに回せるんですが、必殺技自体が全体回復能力なので、適当に打つような必殺技でもないんだよね。やはり、星5のこちらの後援水があるならば、羅刹以外は必要性は薄いでしょうね。というか、いきなり攻撃力依存のヒーラーを出してくるとはね。こちらは HP と治癒バフ以外にも、回復量に応じて、回復したキャラのダメージ追加効果もあるので、一応その恩恵を羅刹は受けられますね。あとは星4のこちらがあれば、治癒量を気にするのであれば問題ないと思います。EP と回復量が増えるので、困ったらこれでいいかと。あとは、回復量や EP が足りるなら配布の投下交換も、装備キャラの依存ステータス関係なく装備ができます。ちょっと脱線しましたが、何が言いたいかというと、これはほとんど羅刹専用です。将来的に攻撃依存のヒーラーが登場しない限りは、羅刹につけないとほとんど意味のない後援水だと思いました。ただ、カタログスペック見ていってるだけなので、緻密な計算をすれば、速度プラス12で差がつくことはあるかもしれません。最後に尺が余ったので、日本放送だと後援水ピックアップが公開されていなかったんだね。一応軽く見て終わります。前半は銀狼と、フォローして、記憶の中の姿、世界喧騒。フォローして、は遵守の後援水ですが、比較的沈黙や論剣に評価が勝てない印象。記憶の中の姿は、無凸だと若干微妙ですが、頂上を重ねればかなりアスターにつけると活躍。頂上マックスなら低運3ターン必殺技なんかも狙えたりしますね。で、喧騒ですが、模擬宇宙用なのかな。ダメージだけ見れば、配布の朝食の儀式でいいと思います。ただ、模擬宇宙で必殺技ぶっ破しながら探索するとなると便利かも。そして後半ガチャは、おやすみなさい、虚無のカード。対象の敵にデバフ1個につきダメバフで、最大30。虚無で火力出すようだね。優秀だと思います。そしてダンスダンスダンス。必殺技を使えば仲間の行動順アップ。こちら優秀な後援水。最後は、天才たちの休息、知恵。攻撃力アップとその戦闘で敵を倒せば会心ダメージもアップします。という感じで、ざっくり解説でした。皆さんは後援水ガチャ引く予定ですか？よかったら教えてね。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。